お疲れ様ですしイズポピュラーイナスタイツということでアメリカでも寿司はものすごい人気だそうですねそうやって世界中の人が寿司を食べれば寿司の価値っていうのはどんどん上がってくるとそしてアメリカではですね韓国人とかそれから中国人が握った寿司が東洋人の握った寿司ということでそれが本場だと思われてるらしいですけども2の中の2はいやいや日本人が握ったのが本物だよみたいな感じでねそこでは差がついてるみたいなんですよ ところで私が中学の頃『ベスト・キッド』っていうね空手のなんかね映画が1984年ものすごくブレイクして日本にも入ってきましたこの作品があまりにもヒットしたってことでパート2が作られパート3が作られてそしてダニエルっていう少年がパート3まで主人公を務めてました師匠である宮城っていうおじいちゃんはパート4になってですね女の子を空手のプロフェッショナルにするみたいなそんなストーリーで、えー、続編を作っていたんですよね それからしばらく経って2010年、ベストキットのリメイク版、これがなんと、ジャッキー・チェーンが師匠となって、黒人の少年を空手のチャンピオンにするっていう、とても感動的な作品で、これはね、中国が主体に描かれていましたね。やっぱりこう、ハリウッドの勢力圏ってのもだいぶ変わってきたなというふうに感じます。そしてなんとですね、ベストキットのオリジナル版と言われる、ベストキッド1,2,3出てきた、ダニエル、主人公のダニエルくんと、 それからライバルであるコブラ会っていうねむちゃくちゃ空手の強くってもういじめの大好きなねまあ空手キッド、うん、ベストキッドっていう映画の、うん、主題はそのコブラ会をどうやってやっつけるかっていうところにまあファンがくっついてきたわけなんですけどもなんとね35年後のコブラ会がダニエル君に復讐をするっていうストーリーが作られていたんですよねこれがこれ残念ながら日本版は出てないんですけどもこれがねまたね大ヒットでみんなもうね 50枚,ですよ50枚にしてライバル関係が続いていて当然その頃宮城っていう師匠はもうお亡くなりになっていてねでちょっと過去の人になったわけですけどもそういったね30年40年経ったあの映画のその後っていうのがまた何かねブレイクしてるっていうのはいろんなところで起きてるなと思うんですよ。ですんで一回ヒットした作品っていうのはずーっとね価値を続けてくれるなっていうのとその続編っていうのはファンが作り出すっていうところがあってね、うん、まさに。 時代だななととコンテンテツってのはすごいなぁと思い思ました、まあ、ですんで今言ってみれば10年前の速歌塾ってのは今ね、うん、私が続編をまだ作り続けてるっていうことでねなんとか続いてるかなっていうてことこですその中にはいろんな阿竜が生まれたりとかね、うん、なんかスピンオフが生まれたりとかねしてたんでしょうけどもねでもやっぱり本流たる速歌塾ってのは <laughs> 細々と今でも続いてるかなって,ってことこですねコンテンツビジネスさチゃれじゃあいってらっしゃい